ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、今日もお日様が気持ちいいわ。太陽って私たちにとってなくてはならない存在よね。太陽はとても明るく暖かく、地球を照らしてくれる存在だな。でもこの太陽が空から消え、その代わりに宇宙の最も恐ろしい天体、ブラックホールだったらどうなると思う？太陽がブラックホールだったら？想像もつかないけど、なんだか恐ろしいわ。そうだよな。今日は、太陽の代わりにブラックホールがあったらどうなるのか、について解説していくぜ。それでは今日も、ゆっくりしていってねー。ブラックホールはどれも似たような見た目をしているが、実は一つ一つ違うんだ。そうなの？どれも黒い穴ってイメージだわ。もし太陽の代わりにブラックホールがあったら、地球の将来の運命は大部分において、太陽にとって変わるブラックホールの質量やタイプによって左右される。ブラックホールによって地球に与える影響が違うのね。まずはじめの実験は、太陽の代わりに同じ質量のブラックホールに変えてみるというものにしてみよう。そんな小さいブラックホールが存在するの？厳密に言えばこのようなブラックホールはありえないぜ。あら、そうなの。太陽は黄色矮星のためブラックホールにはならず、その代わり年月が経つと膨れ上がり、そして核だけを残して全て放出してしまうんだ。太陽はブラックホールになるには質量的に足りていないのね。そうだな。ブラックホールの誕生自体が星の終焉、核の崩壊だからな。そうよね。とはいえ、私たちは宇宙の大部分を知らないわけだ。もしかしたら何かの星の大変動が太陽をエキゾチックなブラックホールに変えてしまう可能性はゼロじゃない。宇宙は何が起こるかわからないしね。それで、太陽の代わりに同じ質量のブラックホールが誕生したらどうなるの？私たちの前から光は消えて闇が広がる。それだけだ。え、それだけ？重力的な変動は何も起こらないんだぜ。ブラックホールは極めて小さなサイズのどっしりとした物体で、その質量によってその低軌道では時空を歪められてしまうほどだ。ってことは、吸い込まれちゃわないのかしら？ブラックホールは誰も何も意図的に吸い込むことはなく、偶然ブラックホールに飛び込んでしまう可能性も極めて低いぜ。もしブラックホールに落ちたいなら、石を持ってがむしゃらに直線コースで得意点へ飛んでいくことだな。そんな頑張らないとブラックホールに落ちれないのね。って落ちたくないけど。このように私たちにわかるのは太陽の光が消え、それとともに月やその他の惑星も光らなくなるということだけなんだ。光らなくなるだけって言っても大事件よね。真っ暗になってしまうのかな。太陽のあるはずのところには比較的小さなサイズの黒い円盤が見えるはずだ。これはブラックホールの事象の地平線だぜ。ブラックホールの写真でよく見る黒いところの周りね。実は SF 番組などで見せられる大きな黒い球体は、ブラックホールそのものではないんだぜ。これはブラックホールの特異点を観測者からしっかり隠す事象の地平面の区域だ。そうだったのね。この特異点はいつも同じサイズで宇宙に存在しうる最も小さな単位フランク単位であるという説がある。これは存在する素粒子の最も小さなものよりはるかに小さいぜ。素粒子よりも小さい。異次元すぎるサイズ感ね。太陽の光が消えるとき、地球の温度は下がり始め大気は雨となって降下し凍り、地球は酸素と窒素の氷の外皮で包まれた球体になる。太陽で温められているもんね。ってことは、地球以外の水星とか火星とかも凍ってしまうのかしら。もちろん太陽系の惑星たちは凍ってしまう。質量の多い木星や土星さえもな。遅かれ早かれ時間の経過とともに太陽系全部が凍り、宇宙の終焉まで変化しない。宇宙が終わるまで凍ったままだっていうの？ああ、ブラックホールはとても安定しているからな。もしかしたら存在する天体の中で一番安定していると言えるかもな。なんてこった。ここからは太陽の代わりに普通のブラックホールがあったらどうなるのかについてだ。普通のブラックホールって何よ？普通がわからないわ。太陽の30倍もある大きな星の爆発や崩壊によりできる、古典的で研究され尽くされているブラックホールのことだ。いわゆる私たちが一番想像しやすいブラックホールね。そんなブラックホールが太陽にとって変わったらどうなると思う？難しいわね。とりあえず重力がとんでもないから、それの影響が出そうね。いいところに目をつけたな。そのようなブラックホールの重力場は少なくとも水星や金星の軌道を歪める。途方もない重力が水星や金星をバラバラに引き裂いてしまうぜ。恐ろしいわ。しかしそのような事象はすぐには起こらないぜ。あら、そうなの？近い惑星はブラックホールの周りを曲がった軌道で一周ごとに近づきながら回り始め、そして一周ごとに重力は水星と金星の欠片をさらに砕く。最終的にはそれらは完全に小惑星と宇宙の塵に分散されるぜ。宇宙の塵はブラックホールの周りに膠着円盤を形成していく。
これはインターステラーのような理論モデル上で見られるあの光を放つ熱い光背で、数ヶ月前に撮られたブラックホールのセンセーショナルな写真にも写っているぜ。インターステラー面白かったわ。宇宙好きなら間違いなく楽しく見れる作品だな。で、地球の空ではブラックホールの膠着円盤が大空を移動する少し歪んだ赤か白の輪っかとして見える。今の地球ではありえない光景だから面白そうね。そうだな。私たちの住む地球は少し涼しくなる可能性があるが、まあ耐えられるレベルだろう。膠着円盤はもし相応に近ければ、熱と光を少し届けてくれるかもしれない。少しでもいいから熱と光が欲しいところよね。もしかすると今ほどはっきりとではないが月も見られるかもな。月も大事ね、お月見したいもの。私も月を見るの好きだぜ。そして光合成が止まる、つまり酸素が少なくなるわけだからいずれにせよ生命に不向きとなる。だが完全に凍死することはないかもしれないぜ。何か異常が起こるの？それはブラックホールの質量によるな。光子がブラックホールの周りを回り始めるが、まだ降り解くことができる範囲で地球が事象の地平線の近くを回転するというものだ。この場合私たちは膠着円盤を輪っか状ではなく、火の線になって空を突き抜ける明るく暖かい帯として見ることになる。膠着円盤が輪っか全体ではなく、一部だけが見えるから帯状に見えるのね。重力は地球をバラバラにするほどではないが、地球の自転スピードは緩み、その後完全に止まってしまう。重力の影響って大きいのね。私たちは重力によってブラックホールに縛り付けられ、太陽があった場所にあるものにいつも同じ側を向けた状態になる。光子により不思議な困難が生じてくる。そんなことが起こるの？外から見ると地球は湾曲した凹凸面のレンズのように見えるようになる。私たちは自分の同じ、耳、背中を興味深く眺めることができるようになる。また、周囲の空間の移動ですら、どうなるか想像が難しいぜ。ブラックホールパワーで空間がおかしくなっちゃうのね。はじめは吐き気や頭痛が起こること間違いなしだな。次はもし太陽の代わりに天の川銀河やアンドロメダ星雲の中心にあるような、太陽の何千万倍もの質量のブラックホールがあったらどうなるのか話していくぜ。一体どうなってしまうのかしら？もしそんな超巨大なブラックホールがあったら、私たちはみんな死亡だ。もう少し詳しく聞かせなさい。第一に太陽系は事象の地平面の向こう側になる。私たちは特異点の方向に少しずつ落ちていきながらゆっくりと崩壊していくんだ。ゆっくり崩壊？悲しすぎるわ。私たちの後ろからは宇宙の歴史が見えることだろう。時空が緩むため事象の地平面の向こうに背後に残してきたものを、早送りの映像のように見ることができる。しかし一番面白いものが私たちの前にあるもの、未来だ。後ろには過去、前には未来が見えるっていうの？ブラックホールの中には時間というものは存在しないが空間が時間の性質を持つ。空間はある意味線のようになるんだ。なんだか難しくなってきたわ。特異点の方向が未来、事象の地平面の方向が過去になる。過去は戻すことができず、そして特異点は最終の未来となりこちらも到達することはできない。もうこのまま落ち続けるしかなくなるんだ。だってもう太陽系は事象の地平面の向こう側だもんね。途中で歪んだ光や音、その他の周りのものを楽しみながら落ちていくことになるだろう。それはそれでいい最後になりそうね。実は私たちはこれらを何も見ることはできないんだ。聞いてた話と違うじゃない。ブラックホールの引力は月や小惑星、他の惑星の物質をすべてごちゃ混ぜにして地球を太陽系の他の天体と一緒に破壊する。私たちはこの段階のどこかですでに死んでしまっているからな。なんてこった。重力は私たちの体内にさえも作用し、原子まで破壊するからな。恐ろしすぎるわ。今日は太陽の代わりにブラックホールがあったらどうなるのかについて解説してきたけど、どうだった？当たり前なんだけど太陽がブラックホールになったらろくなことはないわね。ブラックホールの軌道に太陽系が入るなんて絶対にごめんだな。まあ、今のところそんなことはありえないから大丈夫だ。よかったわ。改めて太陽という天体の素晴らしさを痛感したわ。太陽の周りを回れていることに感謝だな。そうね。今回の解説はこれにて終了だぜ。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。コメントも待ってるわ。ご視聴ありがとうございました。